ハッピーでワクワクする街づくりを、須坂拓也のレッツゴー。この時間は人と情報の集まるたまり場を作ることで元気な街の構築を目指すハッピープランナー、株式会社レッツ代表取締役の須坂拓也さんに夢を語っていただきます。さあ、毎月第1月曜日にお届けしています津坂拓也のレッツトーク。今月もスタジオには株式会社レッツより津坂拓也さんにお越しいただいています。こんにちは。こんにちは。よろしくお願いします。さて、そしてですね、先月はお一人でお越しいただいて、ちょっと注目情報というか最新情報ということでお話をお聞きしたんですけれども、はい、そこからのという続きという感じですよね。そうですね、はい、今日はもう来るべくして来ていただいた、はいはい、金崎陽子さんです。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。改めてになりますが、津坂さん、金崎さんのご紹介をしていただいてもよろしいですか。先般ご紹介させていただいたチャレンジショップあげるのですね、はい、最終選考を勝ち抜かれた、はい、まあ、彼女がですね、はい、まあ、沖縄県の宮古島出身ということで、はいはい、もう境出の新しい風を吹かせてくれること間違いないと、うん、いうことなので、まあ、この場を借りてですね、ぜひ皆さんにご紹介したいなということでお連れしております。はい、先月そのお話、プロジェクトのお話を詳しくお聞きした時も激戦の中でこう選んで、激戦でしたね今回というか初めての企画だったんですけど、はい、坂さんも悩まれて、想像していた以上に激戦でしたね、はい、ついに決まってというお話だったんですけれども、はい、その時に、まあ、ついに決まりましたというお話1ヶ月前にしていただいたかと思うんですけれども、 そうですね、そこからどんな感じで今1ヶ月進んでいっているところなんですか。もう市役所さんの方ともいろいろ契約のご準備をさせていただいたりとか、はい、まあ、いろんな打ち合わせを進めたりとか、はい、それこそ坂別さんの方にご紹介させていただいて、はい、まあ、相談に行かれたりとか、うん、もうインスタとかロゴ作ったりとか、もういろんなことを彼女を、うん、まあ、されているので、はい、今まで勤められた職場ももう退職されたので、はい、あ、そうなんですね、もうチャレンジショップ全振りっていう状態ですね、うんうんうん、今、はい、お店をオープンするにあたって の、 その準備段階っていうのは陽子さんお一人でされてらっしゃるんですか。はい、そうです。いっぱいやることあります。めちゃくちゃたくさんありすぎちゃう思ってました気持ちが本当に、はい、うんうんうん、毎日フルで回ってます、ね、はい、あ、そうなんですね。その今一番大変なところというかされていらっしゃるのはどんなところですか。そうですね、はい、仕入れとかで、はい、今沖縄とかの実家の方とかで連絡取ったりするんですけど、台風がもうちょこちょこまだ来るんで、あ、なるほど、そうなんです、うんうん、ちょっと搬入に遅れがあるかと思われたりとか、うんうんうん、そう、ここで買えるものここで探してとか、うん、そういったものをしています、はい、うーん、そうなんですね、はい、ちょっとお天気はどうしようもないところもありますもんね、はいはい、先月津坂さんにお話をお聞きした時もその沖縄の本場の味を、はい、沖縄から直送したもので作っていただける、召し上がっていただけるお店になりますというお話だったんですけども、そこがやっぱりポイントというか皆さんにお勧めしたいところになりますか。はい、こだわってみたいです、うんうんうん、ぜひ沖縄の味を皆さんに知ってもらいたいなと思って、はい、陽子さんはご出身はどちらなんでしたっけ。宮古島市、はい、宮古島のご出身、もうずっと宮古島にいらっしゃって。そうです、生まれも育ちも宮古島です、うんうんうん、はい、でそこから香川県を坂出市に来るというきっかけは、はい、きっかけは嫁、はい、いできました。あ、そうなんですね、はい、主人が香川の坂出市の方やったんで、はいはい、じゃそれをきっかけに初めてその時じゃ、そうです、坂出に来られて、はい、っていうことなんですね、はい、ちなみになんですけど、初めてその境で来られた時のこととか覚えてらっしゃいますか。覚えてます。宮古島って山がないんで、はい、飛行機で高松空港降りた時に、はい、わ、山があるっていうことに、山ないんですね。ないんですよ。そうなんですね。島なのに山がない。島ないんです、山がなくて、もう本当にサンゴ礁でできた島なんで。あ、なるほど、はい、じゃあもう見える景色が全然違ったんですね。でそこでこの坂出に、まあ、来られて、うん、でこの沖縄料理をしたいなっていうのはどんなところから生まれたんですか。そうですね、はい、初め来た時に、うん、もうすっごいもう右も左もわからないし、はい、友達もいなくて、うん、ホームシックになった時に、はい、沖縄料理を食べたいなって思って、はい、いろんなとこ行ったんですけど、うん、やっぱ地元の人が作る沖縄料理とはまた違ってて、でそういうのもあって、はい、私ここで沖縄料理も始めたいって
って、そしたらみんな沖縄の人、ここに来てる沖縄の方たちも私のところ集まってくれるかなっていう、最初そういう思いの方がありました。やっぱりその地元の料理、地元で皆さんが召し上がってる沖縄料理と、その県外で皆さんが食べてる沖縄料理ってちょっと違うものなんです。ちょっと違います。ちょっと違うんですね。違います。坂さん、ちなみにそれ分かります？私は分からないと思うんですけど、ただでもやっぱり皆さんよく知ってるおばあの味っていうね、彼女はもともと立たせばそのサーターアンダギーっていうあのドーナツがみたいなのあるじゃないですか、あれをたくさん作っていろんな人にあげてたんですって。あげるんじゃなくて、それでお見せしたらとか商売したらっていう声がやっぱり彼女のところに届いたのも、まあ一つきっかけだったらしいので、僕はちょっと沖縄の料理はっきりよく分からないですけども、やっぱりしょっちゅう沖縄行ってる方とか地元の方っていうのは、まあ敏感に分かると思うので、そうですよね。お好きな方はその本場の味が食べられるっていうところは、もちろんご出身の方もそうでしょうけど、旅行に行かれてても沖縄が大好きっていう方もね、その香川で坂出で食べられるってなったら、そうなんですよ。 それはさぞかし嬉しいんじゃないかなと思うんですけどね。お店をこれからじゃあその、まあ、あげるで、どんどんと運営していくっていうところになるかと思いますけれども、予定で言うとどんな風になっているんですか？オープンの予定ですとか、はっきり日にちはまだ決めてないんですけど、11月の20日から末ぐらいをオープン日に設定して、まあ、そこから1年間チャレンジショップの方で、まあ、チャレンジしていただいて、まあ、その先、まあ、境出の方でですね、ちゃんとしたお店をこう構えていただけるように、サポートしていきたいなというところで考えてますので、そういうタイムスケジュールになるかなと思います。もう今月ですもんね。じゃあそうなんです、もうすぐなんです、急いでます準備もね大変なところかと思いますけども、先ほどもあのロゴマークをこう作ったりしてっていうお話も出ましたけども、じゃあもうもちろんお店の名前とかコンセプトも決まってっていうところだと思うので、ぜひご案内をお願いできますか？宮古島っていう、数字で385って書いて、宮古って読むんですけども、それを宮古島の方言な読み方でミャークって言うんです。かわいい響きが、ミャーク、ミャーク、ミャークっていうお店の名前で、もうそれこそシマンチュが作る島料理、沖縄料理を提供できて、また坂出市のリトル沖縄になればなって思っています。素敵ですね、みんながこう集まる場所というか、沖縄料理が好きな方、沖縄ご出身の方もこう来ていただけるような場所になっていったらいいですよね。この385っていうのは、じゃあロゴマークだったりお店の看板とかにこう、使っていくっていうことなんですね。そうです。なるほど。じゃあそれもちょっとぜひ目印というか、皆さんにも覚えていただいてというところですね。あの情報の発信とかはもうあのされていらっしゃるんですか？はい、インスタグラムの方は始めてます。わかりました。そちらもぜひご案内をお願いできますか？皆さんにアカウントのご紹介などお願いします。あと沖縄お弁当とサータンダギのお店の脈って、インスタグラムの、インスタグラムの方です。よろしくお願いします。はい、こちらね最新情報ぜひチェックしていただいて、オープン日等もね決まったらまたご案内も、あげるの、インスタグラムのアカウントでもあげさせていただきます、あると思いますので、ぜひね、皆さんチェックしていただいて、オープンしたらお出かけいただきたいと思います。ちょっとね、あの私たちはすごく楽しみにしてるんですけど、今あの本当に大変だと思いますので、お忙しいところお越しいただいて本当にありがとうございます。あの今後このお店を、まあ、オープンしてからこんな風になっていきたいな、こんな風にしていきたいなという思いもぜひちょっと最後にお伝えしたいなと思うんですが、最初メニューからね、そうですね、初めの方は、サーターアンダギー、私得意のサーターアンダギー、黒糖が入ってるんです。宮古島産の黒糖の入ったサーターアンダギー と沖縄のドリンクの方を準備させていただいて、あとあの皆さん人気あるんですけど、ポーク卵おにぎりの方、ポーク卵おにぎり、わかりますかね初めて聞きました。私も沖縄料理なんですか？そうなんです、これもじゃあ、皆さんにご提供いただいてということなんですね、じゃあそのメニューもちょっとオープンしたら楽しみにお出かけいただきたいですね、ありがとうございます。ぜひあのラジオ沖の皆さんに最後に一言 PR を改めてお願いします。宮古、皆さん
宮古島の風を吹かせますので、ぜひ、はい、ウチナータイムを、はい、味わっていただきたいなと思うので、ぜひ遊びに来てください。はい、ありがとうございます。楽しみにしてます、はい、頑張ってください。ありがとうございます。坂田拓也のレッツトーク、今日はですね、金崎陽子さんにお越しいただいて、お店のお話などをお聞きしました。オープンが楽しみです。坂さんも今日はありがとうございました、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。